高木宏です。高校球児です。お願いします。お願いします。はい、この前、セ・リーグやったじゃないですか。ベストナイン。ベストナインね。意外とすっと決まったけどね。そうですね。君たちの頭の中で、忘れてる選手もいるから。はい、そうですね。どんな野球をやりたいかによって、選ぶ選手もちょっとずつ変わってくるんですよね。今回はパ・リーグ編、いきたいと思います。行きましょう。ピッチャーから行きますか。え、でも分かれる、うん、いや、分かれると思う。分かれてまあ、そうですね、分かれた方が楽しいです、うん、みんなはせーの、せーの、全部当たってる。それじゃ困る。面白くないですからね。面白くないです。菊池選手、騎士。あー、いいね。うわー、渋いところ来たね、お前。いいね、いいね。岸選手はもうエースって感じじゃないですか。確かに、確かに。それはね、これは優勢だな。菊池選手、やっぱね、威圧してくる力っていうのは、岸は本当にスマートなんです、うん、でも、優勢っていうのは、バッターを威圧していく迫力がある、圧倒的な存在感というかさ、そういうものがあるのは優勢だと思う、うん、でも、岸も本当にスマートめちゃくちゃ、お前、いいとこもなんか、素晴らしいとこだよ、俺がバッターとしたら、まあ、左対左っていうこともあるけど、やっぱり優勢も嫌だね。追い込まれるごとに優勢はうわーと思うと思うんだよ、俺は。ゆたかさん、逆に後ろで守っててどっちがいいんじゃないですか。それ騎士。じゃあもう割れてんじゃないですか。まあまあそうなんですよ、守りやすいもん。確かに、読みやすいもんね。ちょっと保留にしよう。いやー、保留キャッチャー選手。あ、でもこれもうキャッチャーは決まってる。はい、せーの、カイ選手ですね。これはもうこの前も出ましたからね。出ました。じゃあファーストいきましょうか。はい、問題だよね。ここはだってじゃあ俺から言っていい。中田翔を守備に使いして山川を DH。 あー、中田翔はこの前言ったように究極の勝負術、はい、坂本選手がセリーグ、パ・リーグが中田翔選手。どっちでもいいんだよ、まあ、山川を守備に使いして中田翔を DH でもいいんだよ。だけど俺の中では中田翔を使いした方がリズムが出る。山川っていうのは見ててもなんかちょっと守備に不安がありながらやってる。どうだ。自分は山川選手ってなってってくると、もうこれ DH もいきますでしょ。いやもう、いやそこで使うんだったら DH に近藤選手面白いなって思うんですよ。近藤ちゃんね、打つことに関しては抜群じゃないかなって思うんです。セリーグはまだ、多分中田翔に決められる。いやいやいや、やめてくださいよ、何それ。怖えくないですか。中堅ラインをするんですか。いやいやいや、1番としてやっぱそこそこだって山川選手はやっぱり好きですよ、やっぱ中田翔選手もちろん好きです。会いたいですもん、殴られる。ああ、締められる。山狩りするの。じゃあ中田翔は落ちるということだな。なんで自分たちを笑いにしてるの。そういうことかな。怖い、なんか怖いなぁ。山狩りしよう。いや、誰やってます。中田翔。いや、フロントしか繋がないっすよ。フロントしか聞いてない。待ってるとこから行くか。だからセカンドは。セカンド僕も決まります。浅村選手です。浅村さん。浅村のバッティングだよ。はい、バッティングだから守備はね、ちょっとあの守備要員が裏にいるとして浅村で、うん、ショートが決まってる。はい、源田選手ね。源田、僕は今宮。いやいや、お前源田の頭なかったでしょ。源田って誰。いや、何言ってんの。知ってますよ、ちゃんとそんぐらい。俺はね、源田だよ。やっぱそうっすか、ね、今宮も守備がうまいとかなんとかって言われてるけど、源田もうまいから。どっちが足が使えて率を残せるんだって言ったら源田だから。浅村選手ともね、合いますからね、うん、サードサード。まあでも松田さんっすでしょ。僕も前回も松田さんって言ってます。好きなんですよね。俺も好きなんだよ、やっぱり。まあ、調子が戻ることを期待して、うん、マッチ。いいっすか、うん、これ打順決めてなかったっすよ。全然決めてない。まあ選んで打順決めてからいい。まあそうですね、外野手いきましょう。秋山入るでしょ。入ります。入る、ね、いや言わせてください。そう、もちろんもちろん入りますよ。秋山選手柳田入るでしょ。もちろん入ります。はい、はい、だからもうこの2人は決まってる。もう鉄板じゃないですか。鉄板でしょ、はい、もう一人は自分は期待も込めてなんですよ、吉田選手。ああ、いいかも。いい、結構いいね。なんかいくらでも出てくるな。左バッターだけの僕も知らずね、もう左で一緒に出てますもん。だから好きな選手西川選手。ああ、いい選手だけど足もちょっと率が上がってこないね。まあまあ、その期待も込めて個人的に好きって思います。個人の話はやめよう。いや、まあそれはそれみんな個人で決めてますからね。ゆたかさんは誰ですか。近藤入れようかな。ああ、そこにね、なるほどなるほど、そういうことか。パンチ力っていうふうに言えば山川だとか柳田君だとかいっぱいいるわけじゃない、うん、そうです。そこで率を残せる、うん、ゴンちゃんがいれば、うん、だから源田を9番にして、ね、近藤2番にしてもいいし、大将組んでみようよ。あ、そうっすね、1番からいきますか。山川だから1番だと思う。それで4番が山川なのか中田翔なのか。中田翔は入ったんでしょ。
いや、わかんないけど、俺セリーグが筒香であれば、あ、リーグは中田翔吾なんで、中田翔と筒香っていうのは仲いいよ、ね、リーグは違えど切磋琢磨し、やっぱお互いをリスペクトして励まし合いながらやってるわけよ。それを考えた時に中田翔がメンバーに選ばれなかったらお前らは殴られる。いやいやいや、どうしたらいいの。いやいやいや、どうしたらいいの。聞こうね。ピッチャーです。千賀もいいよ。そうなんですよ、千賀もいいけど、やっぱ今年故障がちっていうこともあるじゃない、うん、この2人はでも総変化に近い、うん、まあちょっと右左でね、両方ですよ、カメラマンさん決めてます。そうしましょうか。カメラさん、モックンって言うんだよ。モックンと どっちが、僕どっちも知らないんですよ。いや、ここを楽しみにして、はい、コメント欄でどっちかっていうのを決めてもらおう。我々が決めずに、はい、では、はい、よろしくお願いします。あのさ、9月17日にさ、アメマ TV で17時50分から野球解説するんだけど、その中で質問コーナーもあるんだよね。だからどんどん質問がある人はさ、送ってね。お待ちしてます。